今週もだからずっと俺家にいましたけど、もう相変わらずおいっ子とめいっ子と。まあそうなるよね、どうしても。母親と、はい、5人で、ずっと遊んだりとかしてましたけど。はいはいはい、まあでも、最近ね、そのだからずっと一緒にいて気づいたんだけど、おいっ子がね、5歳なんだけど、なんかその気に触んないこととかやられると、やめろ鼻くそババって言うのよ。そのお母さんのみーちゃんに対してとか、別にその誰に対してでも、モグラが怒ってもとかにも、あ、鼻くそババアって言うんですよ。鼻くそババアを用意していくの、ひどいじゃん。でこれはまずいだろうと、鼻くそババアはちょっと口悪いし、まあよそで言ったらね、そう、まあ、よそのお母さんとかに怒られた時にね、鼻くそババアなんて言ったら、でまずいから、まず俺あの母親にちょっと言ったの、あんま子供たちの前で、そういうワーワーね、言ったらもう、なんか、真似しちゃうから。そう、モグラのお母さんに対して。そう。そう、モグラは、もう、だから、モグラのお母さん、おばあちゃんからの影響で、この言葉を。もう 100% それだと思ったの。絶対そうだと思ったから。鼻くそばばあは。そう、またなんかテレビとか見たり、なんか思い出したりして、鼻くそばばあとか言ってんのかなみたいな。寝言とかで。まあ、寝言とかでもすげえ言うのよ。鼻くそばばあとか。みたいなことを、みたいなことをね。どういう夢なの？ぶち殺そうだよほんとすげえんだからね、こと。なんで夢でそんな抗議することがあるの？ほんと、慣れたけどさ、まあ、もう俺とかみーちゃんとかはさ。小さい時から聞いてる。すげえんだよ、ほんとに、。もう起きてるんじゃねえかっていう。しかも、もう。すごいうるさい家だね。だってお前もいびきガンガンじゃん。で、8割方暴言っていうか、その、あれだからね。やっちまうぞ、これやろうとか。なんか、うるせえこれやろうとか言ってて、残りの2割が爆笑なの。ずっとそれも幼少期から。慣れてるけど、でも、たけしさんみたいな生活をしてんのかな。俺もうるせえこの野郎、バカ野郎この野郎で爆笑って。すごいじゃん。もう、そんなのさ、楽しい、まあだから、8割が怒りでさ、2割が爆笑みたいなさ。で、俺も絶対に母親ね、お母さんだと思ったから、もうあんま子供たちいる前で、そういうこと言わないでくれっつって、鼻くそばばって言ってたからって。言ったの、ちょっと強めに。でも大体そういうこと言ってもさ、あの、うるせえとかって言うから、なんか逆効果だったりするんだけど、でもそれ言ったらさ、そのお母さんがさ、ん？よ？みたいな。もう私じゃないよみたいな。めっちゃ済ましてんの。白っこいのめちゃくちゃ。白切って。でもなんかその、なんかね、ちょっとお嬢な面が、コアにはあるから、うちの母親っていうのはね。そうなのそうなの。うちの母親のコアにはお嬢。リスナーも知らない一面だ。お嬢な一面あるの。そう、うちの母親は自分で自分のことを、前世は姫だと思ってるから。これはもうみーちゃんも知ってるんです。妹のみーちゃんも俺も知ってるけど。それは家族で。昔から言ってんのよ。あ、なんか俺もそれ聞いたことある気がすんな。私はプリンセスだったのよ、みたいなこと言うから。お嬢の部分。そうそう。そういうお嬢の部分が出てたの。あと。あ、ちょっと本当に違うと思ったの。お嬢の部分出すとき大体違うから、本当に。あ、本当に。そう。言ってない。私知らないわよ、みたいな。あ、これ違うわと。三河さんじゃん。したらなんか、みーちゃんが買い物かなんかが帰ってきて、で、それで、俺言ったの。みーちゃんにね。ちょっとさ、つって。鼻くそばばの。鼻くそばばっておいっ子が言ってるけど、これはちょっと、直した方がいいんじゃないって。俺お母さんに言ったらしかも、知らないわよって言ってるから。あれ知らない時の、お嬢モードだったぞ。なんなのあれって言ったら、そしたら、またそんな言ってつって怒ってさ、みーちゃんが、そのおいっ子に。だ、言っちゃダメって言ってるでしょつって。あ、じゃあ、みーちゃんでもないんだ。そう、じゃあ、なんなのあれって言ったら、要は、あの、保育園とかでもね、よく鼻くそばばとか友達に言っちゃって、それをやめろって、みーちゃん言ってるらしいんだけど、実は仮面ライダーの中のセリフで、はぁ出てきてるらしいのよ。なんか誰かが鼻くそばばって言ってるセリフがあんだって。で、それが好きで、ああ、うるせえ鼻くそばばとかってよく言っちゃうんだって。はいはいはい。で、友達とかさ、友達のお母さんとかみんないる前で、あの、鼻くそばばとかって言うから、だからみーちゃんも恥ずかしくて、要は家でそういうことを、そういう口の利き方してるとかね、はいはい、大人の真似するじゃん、子供は。だからそういうのを、要は仮面ライダーの真似してるからっていうのを、
ちゃんとその場にね、説明をするんだって。でもするんだけど、うん、その、鼻くそババアって出てきてる仮面ライダーが、うん、あの仮面ライダー電王って言って。電王ってちょっと前だよ。10年前の作品。ああ、10年も前。今やってんのゼロワンなんだけど、うん、なんか知んないけど、なんか。電王見てんの？そう、電王が好きで、うん、電王の中に出てくるセリフだから、うん、それ仮面ライダーで出てくるやつ真似しちゃダメって言ってるでしょってみーちゃんが言っても、うん、みんなポカンとしてんだよ、お母さんも、子供たちも。えみたいな。ゼロワンにそんなセリフ。ゼロワンにそんなセリフ。よその子も言ってないし、うちの子は別に鼻くそババなんて言ってないよ。そう、一個前とかでも言ってないな、つって。うん、じゃあそれピンとこないじゃん、どうすんのって、うん、そうなんだよって、うん、だからそのちょっとめんどくさいんだけど、うん、鼻くそばばっておいっ子が言った時は、うん、その保護者たちの目の前で、うん、みーちゃんがちょっとやめなさい、それ仮面ライダー電王のセリフね、10年以上前にやってた佐藤健のやつすっごいいいのやつそれ空気階段の踊り場。そしてですね、うん、なんと新コーナーが始まります、うん、はい、こちらですね、ツッコミーちゃん、ということで、先週なんです、これも先週なんですけど、はい、あの話しましたね、よく最近甥っ子の口癖が、はい、なんか鼻くそばばっていう口癖があって、はい、でそれを甥っ子が言うたびにみーちゃんが、うん、いやそれ仮面ライダー電王のやつね、うん、10年前のそれ佐藤健のやつねっていう、うん、要はその、うん、その説明ツッコミをして周りにちゃんと分かりやすく伝えていると、うん、家でそういう鼻くそばばとかみんなが言ってるというふうに勘違いされたくないから、うんうん、そういう説明をしてると。激長のツッコミ。ね。で、そんな、みーちゃんなんですけども、うん、また私の妹です。はい。はい、で、今後、甥っ子が言うかもしれないフレーズに対応できるように、うん、はい、正しいツッコミを募集するコーナーでございます。あのね、その、はい、鼻くそババアって先週もぐらい言ってましたけど、はい。それについてちょっとね、ええ。注意のメールが届いております。注意、はい、何ですか。ラジオネーム、ハトコは授乳中、はい、水川さん、鈴木さん、ごきげんよう。私は水川さんの顔ファンですが、それ以前に仮面ライダー電王の金太郎ガチ勢です先週の放送を拝聴させていただきましたが、ええ、聞き捨てならないことがありました、はい、仮面ライダー電王に出てくるセリフは鼻くそババアではなく鼻くそ女ですもちろん小さなお子様が真似すべき言葉ではないですが、花という名前の女の子に対する桃太郎の暴言ではありますが、鼻くそババアではなく鼻くそ女です。申し訳ありません、取り乱しましたとのね、注意のメールが届いておりまして、あの鼻くそババアではなく鼻くそ女です。じゃあだからこれでもツッコミがじゃあ、うん、あれですね、もうちょっと必要だったってことね。もうちょっと増えるってことね。もうちょっと増えるってことですねそれ仮面ライダー電王のやつ、うん、10年前の佐藤健のやつね、うん、まあ実際にはその鼻くそババアではなくて鼻くそ女と言っているけども花という女の子に対する桃太郎の暴言ねっていうぐらい必要ってことね。ぐらい注釈を加えないといけないんですよ、うん、本来ね。なるほどね。でも、正しい情報を発信していかないといけないんですか。だからちょっと、おいっ子がそこは、なんていうの、うん、鼻くそ女だったんだろうけど、うん、まあ多分その、うちのお母さんがね、うちの母親がババアとかよく言うから、そこはその家の、うん、もう多分混ざってんだろう、ちょっと。まあだから、うん、電王と鈴木家がミックスされて鈴木家がミックスされちゃってんの。鼻くそババアという。うん、で、みーちゃんはそれを全部電王のせいにしてるんでしょう。ただ、あなたのお母さんのせいでもありました。せいでもありました。はい。まあ、そんな感じでですね。はい、まあ、おいっ子が言うかもしれないフレーズに、うん、正しいツッコミを募集するコーナーでございます。はい。まあ、例えばなんですけど、はい、こんな感じでお願いします。はい、ねえ、ママママ、あのおばさん見て。え、何？美容怪獣だ！美容怪獣！それ滝沢カレンが一光さんにつけた四字熟語ね。いい意味で言ったやつ。いい意味だから。そんなあるんだ。続きまして、ねえママママ、かけっこしよう。いいよ。じゃあ行くよ。よーい。うどん。
それ池袋ウエストゲートパークで窪塚洋介が G ボーイズに対して言ったボケね。20年前のやつ。あったわ、なんか、あ、なんか覚えてるな、うん、あったねこれ、うん、よいうどん、よいうどん、ありましたね、はい、最強の時代ですよね、最強の時代です、うん、はい、窪塚と永瀬とね、うん、妻夫木と、うん、最強の、妻夫木も出てたね、ヤマピーも出てました、坂口も出てた、ヤマピーも出てました、すごかったよね、坂口ボコボコにされてたもんね、窪塚に、坂口すごい、ドーベルマンね、ドーベルマン、すごい、やばいね、ドーベルマン、やばい、パン買ってきてよってボコボコにしたあと坂井若菜もね、坂井若菜もいた、で矢沢慎も出てましたし、加藤愛も出てました、うん、渡辺謙も出てたよ。渡辺謙も出ましたよね。安倍貞夫。ああ、そう、もちろん安倍貞夫さんも出てて。北郎さんも出てて。高橋一生も出てて。高橋一生。高橋一生も出てました。挑発の引きこもりの。高橋一生。高橋一生。ああ、はい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 。引きこもりの人か。天才ハッカー。はい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 。も出てましたしね。うん、すごいっすよ。すごい。北郎さんも出てましたし。すごいっすよ。うんうん、というわけで、はい、IWGP の話になっちゃいましたけど、IWGP 関係なしで、はい、大丈夫ですんで、はい、もう全般から募集しますんで、はい、よろしくお願いします。こちらツッコミーちゃんのコーナーでございます。そして、もう一本始まります。それこちらです。私、前世はプリンセスだったのよ。略して、全プリ。というわけで、こちらも先週お話からなんですけども、要は母親がですね、要は、真の部分にはお嬢をうちの母親持ってまして、普段はうるせえとか、うん、うるせえこの野郎だ、関係ねえだろうとか言うんですけど、ちょっとアウトレイジスタイルがいい。なんですけど、絶対に嘘をついていない、うん。私は本当のことしか言っていないって時だけ、うん、ちょっとお嬢っぽくなるんですね。うん、いや、私はそのプリン食べてないわよ、みたいな。本当に食べてないときは、このお嬢モードになる。で、そのうちの母親の口癖が、うん、私前世はプリンセスだったのよっていうのをよく言うんですね。で、まあ、またその話してるわ、とか言って、うん、言うと、うん、うるせえ、お前らにわかんねえだろ、私はプリンセスだったんだ、言うんですよ。プリンセスもそんな口はなんないよ。私はプリンセスだったんだ。そんなうちの母親がですね、お嬢以外に持っているモードと、その時のルールを募集するコーナーでございます。例えば、こんな感じでお願いします。ねえ、お母さん、冷蔵庫に入れておいたプリン知らない？あ？知らねえよ！本当に知らない？うるせえな。知らねえっつってんだろ！だって2時間前まであったんだよ。うるせえ、バカ野郎！この野郎！知らねえよ、バカ野郎！それつってたのだろう。あ、アウトレージモードだ。このモードの時はこれ以上言ったら殺されるやつだな。ごめん、ごめんごめん、お母さんごめん。まあ、こんな感じ。なんか普段からアウトレージモードだろ。アウトレージモードだ。まあ寝言でもすごいですからね、暴言がうちの。ぶち殺さーって言いながら寝てますから、ね。続きまして二つ目ですね。はい。ねえ、お母さん、俺らのラジオさ、独立したんだよ。あ？うるせえな。どうでもいいよ、そんなもんは。喜んでよ。うるせえな。どうでもいいって言ってる。にん。そんなもん興味ない、にん。あ、にゃんこモードだ。これやるってことは、本当は毎週聞いてくれてるんだ。お母さん、ありがとね。といった感じで。何個もある。お願いします。はい、こちらは、私、前世はプリンセスだったのよ、略して全プリのコーナーでございます。で、まあ、なぜ、2本同時にやるかと言いますと、はい、これですね、うちの家族に、このコーナーをやっていることがバレた場合ですね、はい、その時点で、このコーナー打ち切りになる可能性が、非常に、高いです。即死じゃないですか。だって、ね、最近聞き始めてくれた方は知らないかもしれないですけど、以前にもね、お母さんのコーナーと、はい、みーちゃんのコーナーあったんですよね。ありました。でもそれも、全部バレて終わった。バレて、ラジオで、何やってんだっていうので、
家族にバレて、はい、もう強制終了という形になったんで。そうです。ただあの時は1本しかやってなかったでしょ、うん、1本そ その1本しかここまでやってなかったでしょ。あ、まあまあまあね、はい、でそれは我々も学習しましたから今回は2本同時に走らせますいやでも2本同時、いや潰される時はもう2本同時にすぐ潰されるだろう日本同時にだからもうもちろん打ち切られる可能性もありますけども、うん、まあ可能性としてね、うん、やっぱりあの多い方がいいんで2本同時に走らせますんで、うん、あのどちらのコーナーでも構いませんので、うん、どしどし皆さん送っていただけたらと思います。俺は、はい、ね、長期に続いてくれることを望んでるから、うん、だからモグラにかかってますよこれは。家での応対、ええ、多分バレるはバレるじゃないですか。最近聞いてるんでしょ。まあそうですね、ちょくちょく聞いてる感じですね最近は。今もう、うん、遅から早いからバレるはバレるんで、そこでのそうですね、僕らの立ち回りが重要になってくる気がする、うん、まあだからホストおごってあげれば大丈夫その時はね待った時は空気階段の踊り場。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さようなら。ニンニンドロン、シャンパンいただきました。姫から一言スイートゥースイートゥーワン、タケル愛してるよハマってんじゃんもう、それでですね、先週募集しました新コーナーが今週から始まりますんで、はい、こちら早速いきましょう、はい、まずはこちらです。ツッコミーちゃんというわけで、こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻クソババアという言葉に対して即座にそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん。このコーナーでは今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます、はい、それでは早速参りましょう、うん、まだバレてないの？まだバレてないんです。嘘聞かれてないの、先週の。一周遅れとか、うん、もしそのなんだろう、好きな時に聞いてるから、まだ先週の聞いてないんだと。ラジコで聞いてない。ラジコで聞いてるんです。あ、そうか、まだ収録の現時点では。現時点ではそう。そうか、まだタイムフリーの期間だから。そうなんですよ。で、ギリセーフ。ギリセーフなんです。まだ何も言われてませんので。はい、処分されず。はい。とりあえず一周はできます。できます。やりました。はい、やりました。最初で最後かもしれませんが、はい、はい、始めさせてもらいますね、はい、ラジオネームジャイアント厚彦。ねえねえママ見てこれ。何？おやつ？ポテトチップス関西風うどん味って、だったら初めからうどん食うっつーの。なんか見失ってるよねお菓子業界。いやそれ映画ピンポンで他校に道場破りにしに行くために乗った江ノ電の中で窪塚洋介が井浦新たに言ったセリフね。うわ、あったわ、めっちゃ覚えてます。俺ついこの間見たわピンポン、ま、これ辻堂に行く時だよ。そう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 、あの偵察行く時だよね。あのあれだよ、チャイナに、チャイナと戦いに行く時だよね。そうそうそう懐かしい名シーンですね、うん、ありがとうございます。続きましてラジオネーム極東ベークライト。ねえママおじさんどこ？え、おじさんならあそこにいるじゃない。本当だ、おじさんあそこが立ってる。いやあそこに立ってるでしょ、それ三宅裕司の奥さんのエピソードだから料理教室の生徒に旦那を紹介するときに言い間違えたやつ。そうなんですね。そんなあるんだ。そんなエピソードあるんですね。三宅裕司さんの奥さんが、奥さんが料理教室の生徒に、だから三宅裕司さんをあそこにいるよっていうのを多分紹介するときに、ほら、あの、あそこが立ってるあの人って多分言ってたってことですよね。ありがとうございます。ラジオネーム、カスオカ。ママ、今日幼稚園で生き物係の子に、亀さんのお世話の仕方を教えてあげたんだ。偉いね。どんな風に教えてあげたの？紐渡して、これで亀縛っとき。いや、それ亀田光輝が疑惑の判定でランダエタに勝った時に、スーパーモーニングでヤクミツルが亀田四郎にしつけ糸渡して言ったやつ。で、ちょっと滑ってたやつね。確かにヤクミツルさんとめちゃめちゃ仲悪かったですよね。めちゃめちゃ仲悪かったですよ、あの時代。
朝から喧嘩してました。朝から喧嘩してましたね。おじさんお二人が、というわけでこちらコーナー以上になります。はい。そしてですね、はい、まだまだあります。続きまして新コーナーはこちらです。私前世はプリンセスだったのよ。こちらのコーナーですね、はい、普段は口がすごい悪いんですけれども、はい、真の部分にはお嬢を持っている私もぐらの母、はい、そんなお母さんがですねお嬢モードの時で話す時は絶対に嘘をついていないというルールがあります、はい、でそんな母がお嬢以外に持っているモードとその時のルールを教えてもらうコーナーになっております、はい、早速いきましょう。ラジオネームバラの花言葉はインラン。ねえお母さん、今から電話するからちょっと静かにしてて。あ、うるせえな、知らねえよそんなの。え、ちょっとだけでも静かにしててよ。うるせえな、私はこういう人間、これ以上のものでもないしこれ以下でもない、私はこういう人間だ。あ、このモードはビッグダディモードだ。このモードの時はこれ以上言ったら高速土下座するやつ。電話後にしよう。ビッグダディね。懐かしいばっか。高速土下座とかさ、昔の懐かしいもん。オーナー2連発になる。懐かしいってやつ。続きましてラジオネームフリーズムーン長原。あ、もしもしお母さん、今外にいるんだけどさ、今日どっかご飯でも食べに行こっか。あ、うるせえんだよ、電話してくんな。なんでだよ。いや、せっかくだからご馳走するって。うるせえんだよ。だからね、ソニックブーン。いちいち電話でソニックブーン。ごちゃごちゃ言ってソニックブーン。スト2のガイルモードだ。ガイルの戦術といえば待ちの姿勢だから、家で待ってるよってことか。お母さんすぐ帰るよ。察しが良すぎるよ息子が。だいぶ察しのいいコーナーでもあるんですよ。家で待ってるよってことです。全体的にね、懐かしい、謎かけみたい、謎かけみたい。謎かけっぽい懐かしいコーナーです、こっちはね。というわけで、続いてのコーナーいきましょう。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーは私の甥っ子がよく言う鼻クソババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん、その今後甥っ子が言いそうなフレーズを正しい説明ツッコミ、というものをこれを募集しております。はい、まだみーちゃんにバレてないのこのコーナー。いやこれはね、あのね、バレて、あれで、あの LINE で、うん、ラジオなん、なん、何あれうざいみたいな来たんですよ。黄色信号が昨日来たんです。それがまだ直接は話してない。いやそれが来てやべえと思って、うん、子供たちがね、うん、まだ起きてる時間帯だから、はい、ちょっとスーパーでアイスを買って、うん、なんとかしようと思って、なんか10本入りとかのアイスを買って、でうわおじさんアイスありがとうとか言って、うん、みんなでわーわーなってる機嫌取って、そう、子供それでちょっと話をそらしました。なるほど、アイスで危ないです本当に。もう風前の灯火、もう風前の灯火です。あら、というわけで参りましょう。ラジオネームフリーズムーン長原。ママママ、いろいろ落ち着いたらみんなで温泉行こうよ。いいね、どこの温泉がいいかな。じゃあ中国のバヤンカラ山脈にあるニャンニーチュアンっていう温泉は。いやそれランマ2分の1で主人公の早乙女ランマが落ちた泉ね。温泉とかじゃないから、入ったら女の子の体になっちゃうからね。ただ今のままともはね、ランマ2分の1分かるかどうかっていうね。ああそうか、うん、もうちょっと詳しくいかないと。そうね、これはいいですね。続きましてラジオネームデンマーク日本代表。ねえママ、僕お歌覚えたよ。すごいじゃん、ママに聞かせてよ。じゃあ行くね。在天在に変おられんじじゃん。
いや、それパフィーのこれが私の生きる道の北京バージョンね。ベストアルバムザ・ベリーベストオブパフィーに収録されてるやつ。え、パ、本物のパフィーのアルバムに入ってるの？本物のパフィーのバージョン。そうです。あ、これ、こちらです。こちらです。ちゃんと入ってる。この部分ですね。やっぱこれも知っとかないと突っ込めないというか、知っとかないと説明できない。知っとかないのね。そう。すごい知識量が試されるよね、みーちゃん。そうですよ、うん。続きまして、ラジオネーム、音聞きを。ママ、僕大きくなったら、アイアンマンになりたい。なれるといいね。鉄より硬い、意志と股間で世界を守る。いや、それアイアンマンのパロディ AV、アーン・イアーンマンのパッケージに書いてあるキャッチコピーだから。AV といえばセックス&ザ・シティのパロディでセックス・アンタとしてもあるし、ターミネーターのパロディでハーメテーター・アイル・ビー・ファックっていうのもあるけど、鉄より硬い石と股間でっていうのはアーン・イアーンマンだから。ここまで説明すれば伝わりますね、ちゃんと。言えば言うほどママ友にハブられる。ツッコミちゃん、今週は以上ですけど、というわけで、それではコーナー行きましょう。まずはこちらです。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻クソババアという言葉に対して即座に、いや、それ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつね、と説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん。今甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。こちらはまだ続けていいんですか？これね、まだ大丈夫なんですよ。マジで、先週の時点で妹のみーちゃんにバレて、はい、でもぐらはアイスを献上して、はい、なんとか続けなんとかその話をそらすというかね、はい、感じになってたじゃない、はい、でそれが、うん、もういよいよ今週やばいかなと思ったんだけど、今週ね、はい、まだこれオンエア先なんですけど、うん、言って大丈夫ですか、ゴッドタンの収録があったんです。ああ、この収録の前にね。はい。うん、で、ゴッドタンのその企画がリモートの企画でね、はい、家で動画とか撮って、はい、それをちょっと面白おかしくやろうみたいな企画だったんですけど、うん、はい、それで、うん、みーちゃん、俺の妹のね、うん、みーちゃんと、うん、あとお母さんに手伝ってもらったの。うん、手伝ってくれてた。うん、しかもそれがもう嫌で嫌で、はい、もういやいややってたんだけど、うん、でも仕事だから、もう手伝ってしょうがないじゃんみたいな、うん、そんな嫌がられるの？そう、もうめんどくさい、嫌だみたいな。そんな応援されないことある？これ動かしちゃダメなのみたいな。本当にカメラマンさんすごいね。そう言いながらやってて、うん、だからそっちが大変すぎて、うん、このラジオの方に目いってないです。あ、なるほど。隠せた。隠せてます。大きいもので、今はもうそっちに対する愚痴。なるほどね、うん、ちなみにその対価として、うん、牛丼をおごれと言われてます。かわいい交渉。お母さんは牛丼ね、うん、みーちゃんはハーゲンダッツの抹茶。それで続行可能だと。それで続行可能。よかったよかったでございます、はいはい、参りましょう、はい、ラジオネームカスオカ。いただきます。ん？ねえママ、お願いがあるんだけど聞いてくれる？ん？何？今日の晩ご飯のシラスの目がなんか怖いから、一匹ずつ全部目玉取って。いや、それ父親に溺愛されるがあまり、どんなお願いでも聞いてもらえてた幼い頃の朝岡幸次さんが、実際に家のお手伝いさんに頼んだやつね。他にも傘の開け閉めも怪我するといけないからってやってもらってたっていうやつね。お嬢様だったね、やっぱ。朝岡幸次さんはすごいね、こんなシラスの目一匹ずつ取ってくれる。財産に頼むってすごいな。すごい、マリー・アントワネットみたいな。どんどんいきましょう。続きまして、ラジオネーム音聞きを。ねえママ、テレビ見たい。いいよ、何見たいの？日曜のお昼にやってるアッコに、アッ
子に殺される。いや、それさんまのからくりテレビのご長寿早押しクイズで同じ問題が出た時にご長寿が答えたやつね。他にもアッコに食べられるって回答もあったけど。やっぱその正直と言いますかね、うん、ついそのご長寿の方からするとやっぱあの番組は食べられるに見える。これめっちゃつい最近やってたんだよな、からくりテレビのご長寿クイズの総集編みたいな。総集編みたいなの、うんうん、やっぱ面白かったな。いや面白いよね、ご長寿クイズ、ね、定期的にこのコーナーで聞きたいな、ご長寿の答え。というわけでラストですね、ラジオネームほぼ赤ちゃん。ねえママ、新しい挨拶覚えたよ。何？言ってごらん。殺す、鈴木マサルは殺す。いや、それトム・ブラウンがやる一番怖いつかみね。ちなみに鈴木マサルは夢やマサルの本名だから。やっぱすごいよね、トム・ブラウンさんってさ、うん、そのバッと売れる前からさ、うん、ライブとかで何度かご一緒させてもらいましたけど、うんうん、売れてからあんなに変わらない人たちいないよね。いや確かに芸風も全く同じだもんね、うん、すぐ殺すとか。確かに全く変わってないですね、うん、今週以上です、はい、続いてはこちらのコーナー。私前世はプリンセスだったのよ。こちらのコーナーはですね、普段は口は悪いですけども真の部分にはお嬢を持っている私もぐらの母、母がお嬢モードで話すときは絶対に嘘をついていないというルールがあるんです。そんな母がお嬢以外に持っているモードとその時のルールを募集しているコーナーでございます、はい、それでは早速参りましょう。ラジオネームフリーズムーン永原。もしもしお母さん、今どこにいる？あ、知らねえよ、今買い物してんだよ。なんで知らないんだよ。どこで買い物してんの？だから知らねえんだっつうの。いちいちそんなの、あーたた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 、わからないって言ってんだから、わーたた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 、一人で買い物してんだから。お前はもう死んでいる。あ、ケンシロウモードだ。ケンシロウは北斗の剣だから、北斗、北斗といえば北斗晶、北斗晶がよく行く場所といえば、あ、そうか、コストコか。今すぐ向かうよ、お母さん。クイズみたいになってきてるもん。すげえ考えてると思う、まあ、コストコか。よかったら後もあの当ててみてください、うん、コストコでそんな声出しちゃダメだよ。続きましてラジオネームカタッツの息子。ねえお母さん、俺さ今日仕事でめちゃくちゃ頑張ったんだよ、褒めてくれよ。そうか、よく頑張ったな。でもみんな頑張った。いや俺を褒めてくれよ。翔太よく頑張った、でも相方の水川さんも頑張った、みーちゃんも子供たちもみんな頑張っている、素晴らしい。ダメだ、今ティモンディ高岸バージョンになってる。この時何言っても全方向にポジティブすぎてダメだ。高岸くんもな。すごいよね、うん、待機中とかいわゆるその有吉の壁とか、うん、で長時間ロケとかで、うん、待機の時間が長い時とかあるじゃないですか、うん、もうあいつだけ寝てないもんね。寝てない、みんな横になって、もう朝早いからね、有吉の壁の収録とか6時、朝6時とかから始まって夜の9時10時とかまでさ、うん、やるじゃない、うん、だから合間の2時間とか3時間とか空く時があるんですよ、はいはい、そういう時とかやっぱ1時間ぐらい寝たいじゃないですか、うん、一睡もしてないもん、ね、一睡もしてない。で俺がもう横になろうとしたら、あ、どうぞこちらのスペース空いてますんで。いいの、これ寝ないのとかね。大丈夫です。踊り場まずはこちらです。
ツッコミちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻クソババアという言葉に対して即座に、それ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつね、と説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん、今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しております。はい、ですね、ここでお知らせがありまして、うん、なんとですね、以前はみーちゃんステッカーというものを配っていたじゃないですか、このコーナーで。それが、まあ、妹のみーちゃんにバレて、もうそんなものを配るなということを言われてですね、配布禁止されてね、配布禁止されたんですが、まあこっそりね、配り終わったんだけどね。ああこっそりですよ。あ、そう、ですが、なんと新しいステッカーが、はいはい、もうそろそろできるという、いや、情報が入ってまいりました。やった、ありがとうございます。まだないです。まだものはない。まだないです、はい、もう近いうちです、はい、来週再来週あたりにはできるということで、うん、はい、その新しいステッカーなんですけども、はい、そのできたタイミングの週から、うん、はい、読まれた方に差し上げていきます。うん、うん、なんで今週ははないです。まあまあまあ、はい、ただまあそろそろできるよということでね、はい、はい、なんでまた送ってください、お待ちください、はい、ではまずはラジオネーム、うぬぼれタイガー。ねえたかしくん、ハリーポッターって知ってる？知らないの？ハリーポッターってすんごい面白いんだよ。たかしくんも絶対聞いた方がいいよ。いや聞くって。ハリーポッターを聞くのはハリーポッター朗読 CD ね、江守徹が朗読してるやつ。本買ったらチラシ挟まってたわ。こんなのあん、朗読 CD あるんだ。江守徹さんが朗読してるハリーポッター朗読 CD なんかあるの？全役やってるってこと？全役やってんのかな。でも朗読ってことは一人で全役やってんのかじゃない？ハリーもハーマイオニーもなんかやっ、ロンも。すごい、いくらなんだろうなこれな、貴重な情報ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、玉梨ペンタロウ。ねえママママ、自分の名前のサイン書けるようになったから見て。え、すごいね、見せて見せて。うん、こうだくみと。いや、それ小田切城が韓国の現地のファンからサインを求められた時に遊び心で倖田來未ってひらがなでサインしたやつ。ネット上ではいたずらのセンスに笑った、むしろレアなサインだから大事にすべきって謎に小田切城の株が上がってたやつね。そうなんだ。あ、これ株上がってたんだ。めっちゃ怒るよね、逆に韓国のスターの人来てサインくれっつって。ああ、そうだよね。でね、うん、だからヨン様とかにさ、かにそのお願いしますっつって、うんうん、ね、書いたら、いたテレサテとか実は書いてあったみたいなことでしょ。ハングルで、あの野郎ってなるよね。なりますよね。続きまして、ラジオネーム、ジャイアント厚彦。ねえねえママ、メダカの学校ってどこにあるの？川の中じゃないかな。シンガポールじゃないの？いや、それサンマのからくりテレビのご長寿早押しクイズで同じ問題が出た時にご長寿が中部地方、長野県と悩んだ末に急に海外答えたやつね。このコーナーとご長寿クイズの相性、素晴らしいですよね。ちょうど懐かしい、俺なんか世代的にも。ご長寿クイズがね、ちょうどなんか知ってるし、中学ぐらいぐらいぐらいで、みんなだからあれでしょ、ご長寿は禁止されてなかったからみんなで飯食いながら水かわけで、あれもうめちゃめちゃ見てた、見てみたいなことですよね。はい、ありがとうございます。まあこんな感じでどんどん送ってください、お待ちしてます。じゃあもうそろそろコーナー行きましょう。はい、まずはこちらです。ツッコミーちゃん。私の甥っ子がよく言う鼻クソババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつね、10年前の佐藤健のやつね、と説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん、こちらのコーナーでは今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい、
それでは早速参りましょう。ラジオネーム、ニュートリノパラダイス。ママ、お昼にハンバーガー食べたい。いいよ。どこのお店？マクドナルド？ロッテリア？それともモスバーガーかな？あのね、マタグラヨーナルドハンバーガー。いや、それ何は金融道に出てきたハンバーガーショップね。肉欲坊太郎が灰原に融資を頼む際、待ち合わせに使った店ね。マタグラヨーナルドハンバーガー。何は金融道はそういうなんか、あの、シャレっ気のあるものがたくさん出てくる。あ、そうなんです、ね、その登場人物もそうですね。肉欲坊太郎。そう、続きまして、ラジオネーム、フリーズムーン長原。ねえママ、ママは第何世代が好き？ママはね、やっぱりお笑い第7世代が好きかな。あんたは？僕が好きなのはね、魔界第64代横綱かな。いや、それハッスルに出てたわ、あけぼのそっくりのプロレスラー、モンスターボノの肩書きね。世代とかじゃないから。グレートムタの毒斬りを股間に受けて誤解認したインリン様の卵から生まれた巨大な赤ちゃんレッサーだからね。ボノってそんな設定乗っかってたの？いや、そんな設定だったんですね。そうなんだ。ハッスル追ってはなかったから。インリンが、インリン様が毒斬り、グレートムタの毒斬りで誤解認して、なんでグレートムタの毒斬りって誤解認するの？何あれ、正義を吐いてるってことなの？いや違う、悪同士のなんかあるんだよ多分。でその 悪と悪がぶつかったことによって、その悪のさらなる大きな悪が生まれたみたいな。だからそういう正義とかそういうことじゃない。悪と悪のパワーと悪のパワーがぶつかったから、ぶつかったらでかい悪が生まれたってことなんです。が、多分ボノが第、魔界第64代。で一応大相撲には行ってるってことですね。魔界大相撲に、魔界大相撲の世界には進んでるということですね。はい、じゃあ続きまして、ラジオネーム、ジャイアント厚彦。ねえねえママ、クイズ出して。いいよ。じゃあシンデレラがお城に置き忘れてったのってガラスの何でしょう？へえ、ガラスの、ガラスの、シビン。いや、それさんまのからくりテレビのご長寿早押しクイズで同じ問題が出た時にご長寿が答えたやつね。他にもガラスの半ズボン、ガラスのゴブ狩りっていう回答もあったけど。ご長寿クイズ、ご長寿ネタですけど、ラストですね、ラジオネーム、バスターエンドラン。ママダーツしよう。いいよ。じゃあママから投げるね。ママ頑張れ。フリーランダー、フリーランダー。いや、それ関口博士の東京フレンドパークの最後のダーツのコーナーで、諸事情によってパジュレの代わってイギリスランドローバー社の 4WD の車が目玉景品だった時のレアな掛け声のやつね。パジュレの掛け声の収まり方が良すぎた分、言葉も長いし言いにくいから毎回若干ぐしゃぐしゃってなってたやつね。うわ、めっちゃ覚えてる。これ覚えてます。これなんでって聞いた気がするもん。フリーランダー、どうしたのって。なんか違うこと言ってるっていうの。そう、俺なんかパジェロミニのやつ覚えてる。パジェロミニ、パジェロミニっていうやつ。ミニをその反発に入れ込むみたいなスタイル。踊り場。それではコーナー行きましょう。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババアという言葉に対して即座に、いや、それ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつね、と説明ツッコミを入れた私の妹みーちゃん。今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい、お気づきでしょうか、うん、さん、なんと今ですね、私の横に、うん、こちら、はい、新踊り場ステッカーがなんと届いております。見たい見たい見たい。なんとこちらのステッカーなんですけども、うん、まあ、まだ見せないですよ、うん、こちらのステッカーなんですけども、エンジョイミュージッククラブさんプロデュースです。はい、なんとありがとうございます。あの以前ね、踊り場 T シャツを作っていただいて、はい、うん、
あのエンジョイミュージッククラブさんがプロデュースしてくれました、はい、そしてイラストは、石井嗣也さんが描いてくれました、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、まあ一応ですねこれできたのが、うん、北の映画っぽい話を、うん、番組でよくやってた頃に、はいはい、まあ、こういうステッカーがいいんじゃないかということで、うん、デザインを完成、なるほど、させてくれたっていう。長らく空席だったもんね、ステッカーが、みーちゃんステッカーが消えてから。そうです、はい、じゃあちょっと見てみますか、うん、うわすごいわあすごいかっこいい、かっこいいですよね、これこの、キッズリターンの、うん、パロディパロディのステッカーというか、はい、もう、あ、字体もローマ字で空気階段って、下の字体もキッズリターンですね。そうです、この二人乗りの、そうです、最後の、そうです、俺たちもう終わっちまったのかな。そうです、だからまだ始まってもいいね、私が安藤正信の位置です、うん、はい、俺が金子健ですやった、すげえぜ。あの今週から読まれた方に一枚差し上げますんで、今週からです、今週からですか、はい、それでは早速参りましょう。まずはラジオネーム、バスターエンドラン。ママ、今日の晩ご飯何？今日はミートソーススパゲッティだよ。うわ、うますぎて、このミートソース体に塗りたくりたい。いや、それ、翔英が料理番組で栗原晴美特製ミートソースに行った、褒めてるはずなんだけど、表現が独特すぎるやつ。他にもふわふわの卵焼きに包まれたいとか、基本的に味を表現しないでおなじみの独特すぎる食レポのやつね。確か翔英さん出てましたね、なんか、お料理番組。ミートソース体に塗りたくりたい。卵焼きに包まれた。皮膚で。皮膚に味覚がある、皮膚で食うみたいなことなんですかね。やはり男は黙って皮膚で食うっていう、それは省エスタイルでございます、うん、続きまして、ラジオネーム、玉梨ペンタロウ。ねえママ問題出すね。うん、いいよ。鳥とサイトリ、鳥骨サイトリはどっち？いや、それクイズヘキサゴンで、おバカが問題文を読むアナウンスクイズで、上地雄介さんが、鳥と鶏、ウコッケはどっち？の問題文を読み間違えて出した問題ね。スザンヌさんが何の確証もないのに自信満々に元気に、鳥骨って間違えて答えたやつね。正解は鶏のやつ。ヘキサゴンはいろいろありそうだな。鳥とサイトリ、鳥骨サイトリはどっち？問題意味が今かんで、スザンさんが鳥骨って言ってました。すごい番組ですよね、これ。考えたら、ラストですね、ラジオネーム、デカすぎタマキンズ。ねえママ、ククのクの段覚えたから聞いて。クイチが2、クに13、クサン34、クシ49、ク55、クロク78、クシチ89、クハク93、クク2000。いや、それ岡野さんの巨匠時代のコント、日本の教育の嘘のククね。先生役扮する岡野陽一がひたすら小学生に嘘を教え続けるコントね。他にも、いい国作ろう、吉村作治、7泊8日の町田への修学旅行とか、むちゃくちゃなことを6年間叩き込まれたことが発覚するコント。俺、名作ですよね。これはすごいネタでしたね。俺、すごかったわ。僕、めっちゃ覚えてますもん。ついこの間 U-NEXT で見ましたよ、これ。どの教育？岡野、あの、巨匠さんの単独の DVD があったんで見ましたもん。うん、すごいよ、これ、うん。こっから始まるんだよね。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババという言葉に対して、即座に、いや、それ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつね、と説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん、今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。ちょっと顔が赤いですよ。顔真っ赤になっちゃってる。ちゃんと聞くから、後で。え？終わった後聞くから、どのタイミングで。いい、まあいいんだよ、お前。言ってるかとかね。ちゃんと聞きますから。では早速参りましょう。ラジオネーム、フリーズムーン長原。ねえ、ママ、
チャンバラごっこして遊ぼう。うん、いいよ。行くよ。やー、めーん。飛天御剣流、龍明戦。いや、それ、るろうに剣心で主人公の日村剣心が使う刀をものすごい速さで鞘にしまって、その時に鳴る音で相手の鼓膜を攻撃するというめちゃくちゃ地味な技ね。連載当時漫画を読んでた子供でさえ誰もその技だけは真似してなかったからね。なんて、飛天御剣流、龍明戦です。刀を鞘に、刀を、鞘、ものすごい速さで鞘にしまって、ジャキンとね、その時鳴るそのジャキンって音で相手の鼓膜を攻撃するという技です。自分の鼓膜は多分こうなんか訓練じゃない、その音。鼓膜どうやって訓練するの。鼓膜の音を徐々に上げていってということだと思います、はい。続きましてラジオネーム落ち武者。ママママ横須賀の味噌醤油がテレビに出てるよ。いや、それボビーオロゴンが横綱の朝青龍を呼び間違える時の呼び方ね。ちなみにあけぼのさんのことはあげものさんって間違えてたやつね。どこでこれ言い間違えたんだこれ。横須賀の、おい、横須賀の味噌醤油のとか言って言ってんだろうね。はい、続きましてラジオネームちゃん皇帝。ねえねえママミツバチのお歌で遊ぼう。あの歌ね、いいよ。ガンバンベ踊れミツバチ、ブンブンシャカブブンブン、行き先イケメンハイビスカス、ブンブンシャカブブンブン、打ちのめされてももうアタック。いや、それ、ユースケこと上地ユースケが作詞作曲のミツバチね。あまりにもクレイジーな内容にネット上ではカラスよけに最適とか言った大喜利が繰り広げられたやつ。あ、これ知ってるわ。あ、これ知ってます？俺知ってる知ってる。あ、本当に、うん、これね、俺と永井さんね、うん、知らなかったんですよ。あ、本当、うん、これなんか誰かがカラオケ歌ってるの聞いた。カラオケで何これっていうの聞いた気がするんです。あ、これですか。あ、そうそう。ブーンシャカブーンシャカブーンブーンシャカ。これです。でもこれすごくない？これさ、俺も知らなかったんだけど、うん、1回2回で覚えたからね。ああ、めっちゃ耳のこれ。俺もだってこれ多分3回目とかだよ。でしょ？うん、で覚えてたでしょ？その1回のカラオケとかでも。うん、これすごい曲ですよだから。うん、ええ、すごいよね、あんなもう圧倒的な、うん、もう名作のミツバチの歌があるのに、そうミツバチかぶせていくっていう。しかもミツバチかぶせていって、うん、このちょっと耳に残るって、ね、残すっていうね。バーバーシャカブブンブンもう一生忘れられないですよ私は、もう今日から。というわけでツッコミちゃん以上ですけどいかがでしょうか。はい、いや、はい、まあ、めっちゃ耳残るな。まだ流れてる。あ、そう、ここがね、すっげえ。ここ？いや、ここがね。うん。これがブルーアーツすぎるんだよ。あ、確かにね。夢なんてマジ。それはめっちゃ覚えてる。夢が叶うその日まで、夢見心地でいるよ。甘い蜜をちょうだい。空気階段の踊り場。それではコーナー行きましょう、はい。まずはこちらです。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーですね、私の甥っ子がよく言う鼻クソババアという言葉に対して即座に、それ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹のみーちゃん、今後甥っ子が言いそうなフレーズとみーちゃんの正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい、名前をしようか、ラジオネームジャイアント厚彦。ねえママ今度お家にお友達呼んでもいい？うん。誰が来るの？ね、超特急荒井と、エンペラー騎士と、ニンニク男爵と、
野獣藤田とドクター西川とマイケル高橋と丁寧木下にキング山本。いや、それ全員元祖大食い王決定戦で活躍したフードファイターの人たちね。しかもちょっと前の世代のやつ。確かにちょっと前だよ、俺分かんないもん。え、これ分かる人います？ジャイアント白田からだもん。で、俺一番覚えてるのドクター西川、うん、この人ね、痩せの大食いなんですよ、はい、で医者やってたんだけど、あ、医者なんだ。多分ね、元祖痩せの大食いじゃない、こんな細い人がこんな食えんだっつって。あ、これをめっちゃ今ねバーッと思い出した。あの一人目の親父の時ですよ、だから団地で団地で3人で、家族3人で見てて、うん、みんなで、うん、でそれでうわーっつって母親がめちゃくちゃ驚いてたもん、うん、こんな細いのにどうやって入んなって驚いててで俺の中ではだからこのドクター西川がずっと最強のフードファイターっていうね、うん、その頭でいたんだよ、はいはい、いたのよずっと、はい、でも、うん、フードなんだ、テレ東の大食い王決定戦から、うん、フードバトルクラブっていう TBS のね、うん、大食いの番組にちょっと時代が移る時があるんだけど、はい、その時にこのドクター西川だけ全然出てこなかったの、うん、女王赤坂とかね、うん、新井さん、和豊さんとか出てきてたのに、うん、で何だろうと思ったら、うん、もうドクター西川は早めにね、うん、早々にもう体に悪いからみたいな感じで引退してたのよ、うん、あ、医者だから、うん、なんかねその時俺ね、うん、その思い通りにはこの世っていかないんだなみたいなね、うん、こと学んだというか、うん、俺の中では、うん、このドクター西川が最強で、うん、そういう小林武とかと一緒に戦ってくれるもんだって思ってたの絶対、うん、だから馬場と猪木がいつか戦うんだみたいなの多分同じだと思うんだけど、うん、はいはい、でも結局戦わずに引退した、うん、なんか人生ってこういうことなのかなみたいなのを思いました、うん、俺そういえば大食い番組を見せてもらえなかったな。あ、そう、うん、思い出した、まあ、だからガリガリなんだな別にそれは関係ないだろ次いきます。ラジオネームフリーズムーン長原。ねえママ僕筋トレしたい。筋トレかいいじゃん、あんちゃんみたいな体になったら大変だからね。うん、じゃあ早速ガクチントレするね。ペチ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 。いや、それガクトが自分の YouTube チャンネルでレクチャーしてる虚根トレーニングね。チンコを思いっきり左右に振って自分の内ももにペチペチぶつけるってやつ。ちなみにガクトは虚根すぎてパンパンすごい音が鳴っちゃうからチンコにサランラップ巻きながらやってるやつね。そんなんやってこれ大ラッキー池田さんじゃん。ラッキーさんの意思を継いでるんですか。ガクトさんこれ大丈夫なんですか。でもこれこういうのやってこんなんやってんの YouTube。 へえ、虚根トレーニングか。ちょっといいこと聞きましたね。それではコーナー行きましょう。まずはこちらです。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん。今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい。それでは早速参りましょう。ラジオネームあくび検定5段。ねえママ今からママにおまじないをかけるね。わかった。いいよ。ピーティットレイサー。いや、それマリオに出てくるピーチ姫の本名ね。ちなみにマリオの本名はマリオマリオ。ルイージの本名はルイージマリオ。ヨッシーの本名はティヨシザウルスムンチャクッパスね。あ、そうなの。そう。何ヨッシー。ティヨッシーの本名は。うん、ティ・ヨシザウルス・ムンチャクッパス。そんな、なんかなんでだろう ね、 ね、偉い人の子供とかがつけたのかな。ムンチャクッパス、ムンチャクッパスって何の意味。ピーティットレイサーもあれだけど、そうだ、マリオマリオってすごい名前ですけど、ゴリラゴリラ、伸び伸びたんだ。じゃあ続きまして、青色。ねえママトレイントレイン歌ってあげるね。
よくそんな歌知ってるね。聞かせて。トゥーン、トゥーン、走ってゆけ。トゥーン、トゥーン、どこまでも。いや、それトレイントレインでも須藤元気が歌ってるこのトレイントレインね。ザ・ブルーハーツの25周年のトリビュートアルバムに入ってるやつ。あーなんか、空気階段の踊り場。コーナー行きましょう。はい。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん、今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、さあ早速いきましょう。はい、ラジオネームフリーズムーン長原。ねえママ、ちょっと外で弟と遊んできてもいい？え、どういうこと？あんた弟なんていないでしょ。弟の平吉とキャッチボールしてくる。いや、それサザエさんに出てくるワカメのクラスメート、堀川くんの怖すぎるエピソードね。塀にできた人型のシミのことを平吉って名前の弟だと思い込んでキャッチボールする話。堀川くんにもあんたにも弟なんていないんだからね。そういるんだよ堀川くんって。知ってたこれ。そうなんかね、俺見てた、これいた、最近出てきたのかな堀川くん。ワカメの友達いんだよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。怖いよ。塀にできた人が楽しみを、そう、平吉と呼んで弟と思い込んでキャッチボールするってとか、あとヌーベイの話ですよこれ。サザエさんの話じゃなくて。あとね、なんかワカメちゃんのことがちょっと好きなんでね。え、堀川くん確か。あ、それで、うん、なんか飼ってるひよこかなんかに、うん、ワカメっていう名前つけてる。確か。これはだから完全に新キャラかな、うん、現代的な。どうなんだろうね。誰が書いてんだろう。最近だろうな。俺知らないもん、全く。いるんだよ。へぇ。ラストですね。ラジオネーム、バスターエンドラン。ママ、今日幼稚園でダンス踊ったんだ。そうなんだ。何の曲に合わせて踊ったの？ね、ジョー・リノイエのシンクロナイズ・ラブ。いや、それ竹藤の CM で通称竹藤ダンサーズがキレキレのダンスしてる時に流れてた音楽ね。また CM バージョン、ニューバージョン、オリジナルバージョン、レッドモンスターハイパーミックス、インストゥルメンタルバージョンのシンクロナイズ・ラブだけ収録されたマキシシングルも発売しているで、おなじみのやつ。そんななんだ。うわ、めっちゃ覚えてるわ、竹内の CM。覚えてます、はい、なんかレースクイーンみたいな、うん、めっちゃ懐かしい。俺これが一番最初なんか、うん、テレビで女の人をなんかエロを認識したかもしれない。え、これで、なんかオフィスで普通になんか制服みたいに着てて、うん、なんかちょっとピチパツのエクササイズの格好に着替えて踊るやつよね。そうそう、うん、これがなんか一番最初意識したやつな気がする。これでか、うん、え、じゃあこれでもしかして祭りやったじゃん。俺は祭りはやんないですやってない、うん、俺は初めてね女性を意識したのはね、スーパージョッキーのねシシガールズ。空気階段の踊り場。それでは行きましょう、はい、まずはこちらです。ツッコミーちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん、今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい、もうどんどんいきますか。はい、はい、まずラジオネームジャイアント厚彦。ママ今日ワイン買ってかないの？え、なんで？だって今日ボラギノールの日だよね。いやそれ平愛理が友人との食事中ボジョレーヌーボーと間違えてボラギノールって言い続けて会話してたやつね。友人たちは最初みんな本当にボラギノールだと思って気使って話してたっていうエピソードのやつ。どこで拾ってくるの？これどうやって漏れたの？どうやってよね。ボラギドールとボジョレーヌーボー。何なんだろう。タイラー入りが間違えてた。ダウンタウンデラックスとか。覚えてんのかみんな。
続きましてラジオネーム玉梨ペンタロウ。ねえママ、ドラゴンボール GT の GT ってどんな意味があるか知ってる？なんだろう。うん、あのね、ごめんなさい鳥山明先生って意味なんだよ。これは原作が終わった後も高視聴率だったドラゴンボールの続きをアニメで勝手に作っちゃったから原作の鳥山明先生に謝罪の意味を込めたんだよ。いや、それ某都市伝説番組で紹介された嘘情報のやつね。GT はグランドツーリングの頭文字でこれを命名したのが鳥山明先生本人だからごめんなさい鳥山明先生なんてのは嘘。大学生とかでこの話を知ったかぶるやつ時々いるけどお前間違ってっからな。嘘なんですね。これ聞いたことあるもんね。ごめんなさい鳥山明先生、うん、GT はそうだった。あ、聞いたことなかった。そう、真っ赤な嘘みたいな。真っ赤な嘘なんだ。初めてみーちゃんがこっち側に語りかけてきた。お前間違ってっからなってのは初めて。ありがとうございます。はたから聞いてた、はい。続きましてラジオネームかすおか。ママ今日ね、ママもまだ子供だったぐらいの昔の曲覚えたんだ。へえ、そうなんだ。なんて歌？ラブマシーン。すごいね。ちょっと聞かせてよ。暑けりゃもっと燃やせ、地球だってエビバディバテバテ、真夏の鉄板焼き、不況だってイジイジするより踊っちゃえ。いや、それ竹内力が竹内力の3秒後に生まれた双子の弟力っていうよくわからないキャラクターの名義で発売したファーストアルバム全国制覇に収録されてる、なぜか歌詞を変えちゃったラブマシーン力バージョンね。PV では竹内力が日本リーゼントっていうよくわからないタスキをかけて歌ってるし、なぜか途中で浜の番長三浦大輔とか、なぜかリーゼントにしたテリー伊藤とか長州力とかが出てきて完全にカオスの様相を呈してるやつね。何これ。いや、俺これね、うん、ちょっと記憶あんすよ。あ、これなんかでね、俺紹介された気がする、うん、カウントダウン TV だったかなんか、うん、やっぱこのね、突然、うん、浜野番長の三浦大輔が、うん、出てくるとこだけ俺覚えてんの。番長がそのリセットでできたっていう、まだ現役の時ですか。まだ現役の時だったと思います。というわけで今週は以上になります、はい。続きましてこちらのコーナー行きましょう。私前世はプリンセスだったのよ。すごい久しぶり。すごい久しぶり、こちらのコーナーですね。普段は口が悪いんですけども、真の部分にはお嬢を持っている私、僕らの母、母がお嬢モードで話すときは絶対に嘘をついていないというルールがあります、はい。そんな母がお嬢以外に持っているモードとその時のルールを募集しているコーナーでございます。それでは早速いきましょう。ラジオネーム玉梨ペンタロウ。お母さん、何話って。ああ、年下のイケメンにデート誘われちゃったんだよ。すごいじゃん、行ってきなよ。罠だと思うんだ。なんでよ。こんないい年こいて芸人やってる子供が自立できずに家に転がり込んでくる私を笑い物にしたいから近づいてきたんだ。きっと私のことを知れば知るほど、カエルの子はカエル、モグラの親もモグラだなって笑い物にするんだ。そんで3回目のデートできっと聞かれるんだ。お母さんのミルクティーを飲んで歯かけたことあるんですかって。あ、これは宮下草薙の草薙モードだ。そんでバカにするだけバカにしたら親子揃って海外に売り飛ばされるんだ。ダメだ、もうこれなったらあいつ呼ぶしかねえな。あ、もしもし宮下。というわけで以上です。宮下くんもいつも最後加点しろって言って終わるけど、解決しないよね。もうどうにもできないで終わるもんね。宮下くさんの漫才。というわけで今週以上なんですけども、私
前世はプリンセスだったのよ、はい、全プリのコーナーなんですが、はい、今週で終了なんです。終了ですか。終了。はい、終わりです。 なんで、まあ、もう一緒に住んでないからっていうと一緒に住んでないからっていうのと、あとちょっとあの、うん、コーナー多すぎるっていう。なるほどね。まあまあこれはもう火を見るより明らかにして、はい、コーナー多すぎるっていうのは。これさ、先週の、はい、お前のお父さんと会った話、はい、お母さんなんか言ってた？あ、先週の、うん、言ってましたよ。お、言ってた。はい、まあ言ってたとか LINE で、うん、ポンって来て、うん、母親から、うん、でパッて見たら、うん、あのダイヤモンドピアスクソジジイ、きっとまた結婚したなって来ました。来てました。ああ、なるほどね。はい。なんかちょっと、でもやっぱ昔のことだから、うん、そう、どういう感情なんだろうな。どうだろうね。わかんない。でもまあ、なんか、昔も結構言ってたからね。親父がね、たまに家に電話してくる時あったんですよ。俺がその小、もう離婚して小学生とかね、中学生の時とかも、はいはい、その度にやっぱその母親はね、うん、電話切った後に、うん、あのクソ野郎みたいな、うん、また電話してきやがったみたいな、うん、あのクソ親父が電話してくる時は、うん、あの女と別れた時だからなっていうのは言ってたんなんかその匂いを感じたんじゃないなるほどね。ダイヤモンドピアスしてるってことはなんか女がいいんだなと何かあるんじゃないですかね。はい、一旦終了でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、じゃあみんなコーナー行くからついてこいまずはこちらです。ツッコミジャンプ。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん。今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい、それではいきましょう。ラジオネームアルベルト。ねえママ、もし無人島に一つだけ何か持っていけるなら何にする？サバイバルナイフとかかな。ビールじゃないの？いや、それ富永愛と土屋アンナが無人島ゼロ円生活で実際に持ち込んだアイテムね。各チーム一つだけ好きなアイテムを持ち込むことができて、良い子は実用的な小麦粉を選んだのに、土屋富永ペアは毎晩祝杯をあげる気満々でビールを選んで余裕ぶっこいてたやつ。あんなエーザーさすがです。さすがですよ、ね、無人島に何か一つ持ってくるので、ね、ビールで。いや、それでこそですよ、やっぱり酒持ってくって関係ねえから関係ねえな。やっぱ飲んじゃっていいんですよ。あ、そうだね、うん、別にそうだよ な, なんか魚とか釣ってね、うん、そこに酒ねえとダメだろうっていう考えですよ、ね、さすがです。続きましてラジオネームフリーズムーン長原。ねえママ眠れない、本の読み聞かせして。うん、いいよ。今日は何の本がいいかな。じゃあねえ、巨乳バカ1台。いや、それ元イエローキャブ社長野田義治が2004年に出版した著書、巨乳バカ1台、胸の谷間から見た野田流成功法則70ね。読み聞かせする類の本じゃないから。野田社長の巨乳哲学で構成された画期的なビジネス書だからね。野田社長70もそんな方法持ってんだ。しかもこの70ともすべて胸の谷間から見た成功法すごいよね。ツッコミちゃん。こちらのコーナーはですね、私の甥っ子がよく言う鼻くそババアという言葉に対して即座に、いやそれ仮面ライダー電王のやつ、10年前の佐藤健のやつねと説明ツッコミを入れている私の妹みーちゃん。今後甥っ子が言いそうなフレーズと正しい説明ツッコミを募集しているコーナーでございます。はい、はい、それでは行きましょう。ラジオネームアルベルト。ママちょっと欲しいものがあるんだけど。ん？何が欲しいの？スカルインディアンステンレスリング。いやそれガクトがデコピンするときに中指にはめる指サックね。名前の通りステンレスでできていて、スカルの柄が彫られている代物で、歌番に出た時にそれをはめてビール瓶をデコピンで粉々にしてタカさんと中井くんをドン引きさせたやつ。
狂気じゃない、狂気だよ。瓶ビール粉々にするって、そんなもん、ね、もし万が一さ、うん、バカ売れして、うん、そのガクトさんと飲むとかなっても絶対デコピンの話しちゃう。やばいよね、マジでやりそうだもんね。そうやるかとか言って、危ないですダメです。続きまして、ラジオネーム団長の思い。ママ、マジック覚えたからちょっと見て。うん、いいよ。魔法の言葉を言うと、ママが選んだトランプが一番上に上がってきます。HLLSPD。HLLSPD。いや、それ、アンミカが夫婦で寝る前に必ず言っている言葉。HLLSPD。ハッピー、ラッキー、ラブ、スマイル、ピース、ドリーム。その日あった嫌なことやイライラしたことを忘れるためにやってるやつね。やっぱ夫婦で寝る前に言ってから寝てんだこれ。覚えました ?HLLSPD。そうです。はい、言えました言えます言えます ?HLLSPD。はい、HLLSPD。H は ?H ハッピー。ハッピーです。はい、その L は、ラブ。ラッキー。ラッキー。ラブ。ラブ。S が、S。うん。S? スマイル。スマイル。P は？ピース。ピース。D は？ドリーム。ドリーム。めちゃくちゃ、もう、めちゃくちゃポジティブね。めちゃくちゃポジティブ。ありったけかき集めてるもんね。この世のポジティブ6つ集めましたっていう。やばい薬みたいなもんね。HLLSPD。LSD の強化版みたいなね、感じしますけど、全然そんなことないです。港区西麻布で HLLSPD を所持していた疑いとか。夫婦で HLLSPD を使用しみたいな。めちゃくちゃポジティブな言葉ですからね、はい。大丈夫です。はい、というわけで、はい、今週はツッコミちゃん以上でしたけど、はい、どうでしょうか。 HLLSPD ぜひ夫婦で、はい、使っていこうと思います、はい、今晩使用してください、はいはい、ただあれ1日2回までだから3回以上だと捕まります。私生まれも育ちも千葉県旭市市営団地で産湯を使い、姓は白鳥、元井鈴木、元井ウイ、元井鈴木、名はモグジロウ、人呼んで風天のモグと発します。